選挙開始50年記念会は、日本におけるプロテスタント選挙開始50年を祝って、1909年10月5日から10月10日に開催された記念大会。日本キリスト選挙開始50年記念会ともいう。園遊会に出席する、ウィリアム・インブリー1859年5月に来日した成功会、ジョン・リギンズ6月来日のチャニング・ウィリアムズから、 記算しているこの年は続いて10月17日に、ジェームス・カーティス・ヘボン、また秋には、オランダ改革派協会からサミュエル・ブラウン、グイド・フルベッキが来日した。これから50年後の1959年には、日本プロテスタント選挙100周年を記念して、エキメニカル派が、選挙100年記念運動を展開し、福音派は別に、 日本選挙100年記念聖書信仰運動を展開した。100年後の2009年には日本プロテスタント選挙150周年を記念してエキュメニカル派、福音派、精霊派の3派の共同になる日本プロテスタント選挙150周年記念大会が開催された。12からなる決議文を採択。本大会は日本における プロテスタントキリスト教宣教開始第五十年を祝するにあたりまず、我らの主イエスキリストの父なる全能の神に対し、気用において、日本国民が共有したる恩を感謝す。中んづく天皇陛下の大いご神により憲法を、禁定せられもって、貴重なる信教の自由を保障せられたるに対して特に、神の生命を称賛す。 過去50年間において、欧米の諸キリスト協会は、主イエスキリストの対面を奉じかつその模範に倣いて、衛星の福音を日本に宣教したり、この事業に対して、本大会は、信仰なる謝意を表すると同時に今後日本の諸キリスト協会が確実に混流せられるまでなお、その愛の勤労を継続せし絶望すかつ核豊かに、日本のために貢献したる諸教会に、 神の恩寵の、ますます豊かに加わらんを祈る。神の大地に降りていにしえより、世界におて、特殊の住人をおわんがために召されたる、国民あり思うに、日本国民も、またたこののごとき飯をこうむりたるは年をおて、明白なりずゆえに本大会は、日本国民がそのこうむりたる飯と選びとを固くしかつ、日本の初期リスト協会が、この時代にありて、 光のごとく世に現れんを祈りかつ欧米の諸教会も、またた常に、我らと共に、これがために祈らんことを絶望す。本大会は欧米における、諸教会の伝道会社及び伝道局が送りたる、兄弟の根節なるノリとに対して誠実なる謝意を、表すまた、起用多年の間彼らが、日本のために丸したるその道場に対して信仰なる、謝意を表すると同時に、 彼らが常に、精霊の指導によりて、その住人を、全うせんを祈る。牧師上村正久389ページ、中村里氏、日本における、福音派の歴史命の言葉者、P205、小山玲士、クリスチャンの和いトイッチ地引き網出版。ありがとうございます。